中山香織です。この動画では名古屋競馬場で開催される若草賞ドンコ記念の3連単フォーメーション賞をお届けいたします。まず本命に選んだのが2番のセブンカラーズです。デビューから9連勝で勝ち上がってきており、今回は難関の馬を交えての一戦となりますが、地元名古屋なら頭を狙えると判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが3番のグレースルビーです。ブルーリボンマイルを優勝しており、遠征でも崩れないレース内容を評価して対抗に選びました。次に3番手評価に選んだのが1番のジュランビルです。前走のブルーリボンマイルでは4着に敗れましたが、今回の相手なら巻き返しがあると判断して3番手評価に選びました。次に4番手評価に選んだのが4番のサーフザップです。相手なりに競馬ができる馬なので、金走のレース内容だけで軽視できない馬と言えそうです。今回は3連単フォーメーションで1着に2番のセブンカラーズを選びました。2着3着に選んだのが1番ジュランビル、3番グレースルビー、4番サーフザップ、以上の3頭を選びました。最後3着後手に選んだのが6番モンサンラファータ、7番アプサラー、9番フークエンジェル、以上の3頭を追加した3連単フォーメーション15点で勝負したいと思います。